新たなる未来への一歩、岸優太と神宮寺優太の新たな冒険。平野くんの存在が彼にデビューのドアを開いてくれたことは確かでしょう。彼らが所属事務所を離れ、新たな一歩を踏み出した理由は、これまでの活動や経験から来るものでした。岸くんは、その実力が認められないまま9年後デビューの機会を得られなかったことに苦しんでいました。ドラマには出演していたにもかかわらず、なぜなかなかスポットライトを浴びられなかったのか。 その一方で、平野くんの存在が、彼にデビューのドアを開いてくれたことは確かでしょう。しかし、興味深いのは、平野くんがなぜジャニーさんに嫌われているのか、その真相は未だ明らかになっていないことだ。何かしらの理由があってのことだろうし、その背後に潜む、闇の会社の存在が気になります。紫輝くんは友情に熱く、岸くんが対象を決断する際には、友達の岩地くんの影響があったことが浮かび上がります。 彼らの友情が対処の決断につながっていたのですね。岸くんと神くんは、その行動や選択において、友達思いであり、紫輝くんへの思いもしっかりと抱えています。紫輝くんの動画での笑顔は、三人の絆を感じさせ、これからも彼らが共に歩んでいくことを期待させます。岸くんのファンである私たちは、神宮寺くんの魅力にも注目し、彼のスタイルや顔立ち、性格に惹かれていくことでしょう。 11月4日の対処発表は、多くのファンにとっては衝撃的でした。しかし、徐々に明らかになる事実や背景によって、紫輝くんの笑顔が変わっていったことも理解できます。タッキーのもとで新たな道を歩んでいく今も、あの苦しい決断があったからこそ、彼らは心からの笑顔で活動できているのです。3人の絆が、その決断を支え、これから先も困難に立ち向かっていくでしょう。今後は、 過去のわだかまりを振り払い、前を向いて楽しい日々を共有していくことが望まれます。ナンバー、愛の活躍をこれからも応援し続ける中で、彼らの新たな冒険がどんな展開を見せるのか、期待と興奮が募ります。紫輝くんにとっては、焼肉が楽しみな時期でもあり、ファンとしては一緒に食事ができることを願っています。そして、みーちゃんからのメッセージに込められた愛情も伝わり、ファンとアーティストとの絆が深まっていますね。 動画やコメントを通じて、彼らのこれまでの歩みが報われ、ナンバー、愛としての結束が強まっていることを感じます。彼らが解き放たれ、自由に活動できることを願いつつ、ファンとしてはこれからの彼らの成長や新たな可能性に期待を寄せています。紫輝くん、ジンくん、キシくんの新たな未来が、ますます輝かしいものになることを心から願っています。